ジル来ちゃダメなの。ここもジル、ちなみにこれもジル。今日はジル縛りです。今日はねジル縛りなんですよ。でなんとなんとなんと見てタグついてんだけど、めっちゃはずい、やばくない？まあ見なかったことで。今日急いでたの朝だからさ、めっちゃはずい。アナウンサーみたいって言われた今日、私服でリハしてて。アナウンサーみたいって言われました。ねえはずいよね。でしゃばってすいませんでした。じゃんじゃん何知る、タグは売れるよ。違う、今朝お疲れ様、こんばんは。楽しかった、楽しかったね本当に。髪型は森かすみさんがやってたやつをやりました。森かすみさんが、あの大好きな大好きな森かすみさんがこの髪型をしてたんですよ。こんばんは。ちょっと待って、いや言わないでおこう。アイス岩ちゃんさんありがとう。ちゃんと買ったやつだよ。ハサミない気がする。お天気お姉さんみたいでしょ。やばい、私の本当の声が出ちゃった今。たくさん目はね、めっちゃ近くにいたね。そう、今日の天気予報を引いた。今日の天気予報は、あ明日、今日の天気予報、なんて。でもね私アナウンサーの勉強してたんだよね。どうやってやってたかな、アナウンサーの勉強してたの。ねあえいうえおあおってやってたの私。だしなんか原稿も読んでたよ。原稿も速報です。パラレパラ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 なんかあるよね。パリパラリンピック、アリちゃんさんっぽい前髪が。ゆうたいなつやると思ってた。今日誰と同部屋な、誰でしょう。森かすみに似てき、やめてよ。2曲しか、いやそんなことない。あいかちゃん昨日配信チャンネルありがとう。何笑ってんの。無謀じゃないセンター見れて新鮮だった。確かに。どう、あの暗闇、私さ暗闇、そう私暗闇用のセンターをずっとやりたかったので、あかりんさんにね、ありがとうございますって言って、あの資料が展開された時に森末1って書いてあって、そうで、ありがとうございますって言って、そうゆめりんさん、なんかあかりんさん、ゆめりんさん私が憧れてるのを知ってるからそうしてくださったみたいな。そうで私今日ゆめりんさん何来て、なんか何送ったんですよ。私ゆめりんさんに暗闇のセンターしてるとこを見てほしくって。そうでもゆめりんさんはあいにくねお仕事で、ひーたのれ、本当愛花ちゃん嬉しい。ひーたの地声で帰るか。アナウンサー目指したの高校、アナウンサー目指してた普通に大学だから、私今大学4年生なのね。大で言うと22歳だから、もう就職は今もしアイドルになってなかったらもう曲受けてると思う。いろんな
広島セクシー系、セクシー系大丈夫かなと。同部屋じゃないんです、今日は。ゆめりんさん、そう、同部屋いい。なんでそんなみんな同部屋探したがるの。特典会やっと来てるんだよね。曲中に気づいたよ、あかりさんが決めた気がする。友達に決めつまで30分のせいに残念かけてすごいって言われた。いや本当に来てくれると思わなかった。あかりさんさん、そう、アナウンサー風に配信してほしい。どういう感じで。アナウンサー風って何。めっちゃ背筋よくってことだよね。鳥取東西ビクリヒータンと突撃。鳥取時行ったの。ゆうなちゃんと同部屋なら今から行くわ。どうでしょう、どうでしょう。曲穴、そう、目指してた、目指してた。でも受けてたんじゃない。もうでも普通に森かすみさん、森かすみさんにも憧れてたし、それこそ私あのあれです、なんだっけ、宇垣アナ、宇垣アナをすごい、宇垣アナうんさ、そうをすごい当時はなんかリスペクトしてた。まあね、私はね、アイドル後は何をやるのかまだ全然未定ですけど。あ、きなぎよしね、鳥取砂丘に発掘したい。え、そうなの、写真上がってる、見に見たいんだけど。ひるのもさしてくれた、本気出す、やめてよ、しないで、お願いだから。お疲れ様、今日も素敵だった。あ、東京特許許可庁ありがとう。次山梨で会おうね。今週前かがみ、胸見えないでしょ、これ絶対見えないよ、胸ほら絶対見えないよ。てか私なんか、なんかやめよう、こんなこと言うの。いや私ちょっと一旦宇垣アナうんさんも好きだった。男受けの塊みたいなのがタイプ。いや、え、分かんない、分かんない、そういう身軽が好きなのかな、たまたまそういう系統の顔の人を好きになるのかな。田中みな実さん好き、田中みな実さんも好きだよ。とりあえず有名なアナウンサー、有名なっていうかみんなが知ってるようなアナウンサー全員好きかも。でアナウンサーみんな好きなんですよね、アナウンサーさん。女社長、女社長ももちろん。ひだりあちゃん、ずいちゃん、なくさせる、見たい。昨日本当に同じ説目指すよ。見えそうで見えない、そう、見えそうで見えないのが男の人は興奮するって聞きました。見えそうで見えないギリギリなラインをあれするのが男の人は、なんかバーンってなんか出すよりかは、この見えるか見えないか、何言ってんの自分マジで。ちょっと待って、違う、今日は別にそういう話をするあれじゃないです。不定そのね感想もやばそうなこと、なんかさ、そう、一旦目覚め、一旦うんってなるの、一旦ちょっと待ってよみたいな。そう、見せてやばい、見せてやばい見せません、有料です。見えそうで見えない、見えてない、でもなんかそれが一番興奮するみたいな来ましたよ、私は。それが一番興奮するって、何の話本当にこれ何の話、絶対私だけでしょこんな話してんの。服装終わりにみんな絶対余韻とか感想言ってるけど、なんでこんな、なんか見えそうで見えない話してんの、絶対私だけでしょ、やばいって。カルメそう言ってたね森かすみさんも男受けの塊でもそれは思う、本当に森かすみさん、だから森かすみさんを嫌いな男の人は絶対いないと思う。そう、でも今日あずみんさんに言っちゃった。あずみんさんも割とさ、そっち系の顔じゃない、
その話は思い止まりやすい。そう、見えるのがいい。うん、やっぱ需要勝ってるヒーターン賢いぞ。でしょでしょ。なんかちょっと今日前髪切りすぎた気がするんだけど、まあいっか、そんな日もあるよね。今何時ってか、そんなね長くする予定もなく、熱く話しますね。やめてよ。ちょっと随分と興味深い話だったのでコメント、ちょっと誰かから聞、誰かから聞いたの。え、そう、見えな、なんか見えそうで見えないのがいいっていうのは誰が言ってたんだっけな。大阪時代の友達だったっけな、先輩か、先輩が言ってた気がする。そう、男子は意外とイチゴみたいな隠し鏡が好き。それはわかる。え、わかる。そうだよ、あ、男性の皆さんって露出鏡が好きに見えて隠し鏡が好きなんでしょ。知ってるよ私。有料ですよ。有料です、有料です。私のあれは本当だよ。今日でもね、ゆうなにね、ゆうなに見せちゃった。ゆうなんがね、お菓子食べてる目の前で私着替えてたの。でもなんかライブ終わってアドレナリンが出ちゃってて、そう、ブワーってシャツめくっちゃった。お高い。見えないポジションだったね。でもすぐ分かったよ。うん、高田のなじこさんの余韻すごい。うん、なんか複雑。まあ好きですね。でしょ。こんばんは。森かすみさんと仕事したけど、ええちょっと待って。マネージャーさん綺麗だね。マネージャーさん綺麗、可愛すぎるだろう。嬉しい。ベイビースターさん嬉しい、ありがとう。釣られそうになったわ。危ないんじゃないこれ以上増えたら。マヤミキン嫌だよ。見えそうで見えない服だと思って今着てる服は違うよ。今着てる服は普通に可愛くて買った。可愛くない？これジルなんですよ、ジルスチュアート。そう、可愛すぎ。何を見せたの？何を見せたかはユーナンに聞いてみてください。もうユーナン吹き出してたよ。ユーナンマジで吹き出してた。そう、私ちょっとアドレナリンが、なんか私ってやっぱ、ね、露出狂っていうか見せたがりというか、なんかアドレナリンが出ちゃったらブワーってなんか服をめくりたくなるの。そう、まあ露出狂なんだろうけど。そう、ちょっと感想聞いてから。まあ何を見せたのかはまあユーナに聞いてください。ユーナはヒーターの着替えてる。え、着替え別に何も言わない。もうなんかさ、人が着替えて、なんかあの着替えてる、みんなの前で着替えるなんてもう日常茶飯事じゃん。もう公園とかさ、だから別に着替えることに対してはもう何も、もうみんなオープンなんだけど、そう、私はユーナに、ユーナが目の前にいたので、私もアドレナリン出ちゃってわーってなってバサッみたいな服を見せようとする。そう、ジルのトップス可愛いの多いよね、本当に可愛いの多いの。あ、これ別にあれですよ、プレゼントとか、あの多分ね、ジルはねプレゼントのあれに多分入んないです。やばい、待って、厚かましい。私違う、私そんなあれじゃないよ。あのジルはね、あの多分超えるっちゃうのでね、お金を。やばい人やん。そう、私全てのリミットを解除して本能のままコメントしたくなってきた。いいんじゃない、たまには。私は受け入れるよ。ちょっと待って、これさ本当に初見さんごめんなさい、初見さんごめんなさい。こんばんは。アドレナリン絶対待ってるね。ごちそうさまです。盛り上がって、何のライブをしよう。見せるために脱いだの？え、別に見せるためじゃない、見せるためには脱いだわけじゃない。普通になんかアドレナリンが出ちゃって、私のなんか見せ、なんか見てみたいな、勝手にそ う手が動いちゃった。ユーナがヒータンが体を見せてきたって言ってる。
そう、自慢って13日ありがとう、レモンちゃん。なるほど、ゆうなんがゆうなんの証言によるとひーたんが積極的に体を見せつけてきた。え、そうだよ。え、だからゆうなんのスマホで、あのちょっと待ってこれ言っていいよね、これどうしよう、本当に大人の人とか見てたらめっちゃ気まずくない？めっちゃなんかグラビアの写真みたいな写真大会してたやばい。そう、夢のある世界、本当に今日見てごめんなさいごめんなさいごめんなさい、そういうキャラじゃないです、本当にすみません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 、結構真面目なキャラです、結構真面目なキャラです。見てって言ったら見せるの、見てって言ったなら見せるので。そう、セクハラだよね、確かに、ごめん。まあねね、抑えて抑えて大丈夫、連絡来ないから。今日の配信でゆうなに弱み握られてる、ゆうなにはねたくさん弱み握られてる、この世に、この世でこの世に出されちゃまずい動画ばっかりある。そう、持ってるあの人本当に。電波悪いね、ポジション的に許されるよね本当に、なんかもう吹っ切れるっていう。まあいいや、今何時だろう、40分ぐらいにやめよっかな、40分ぐらいにやめます。暗闇の線マジでよかった、ありがとう電助さん、暗闇よかった本当に。こういうことするから岡山変な人が多いと言われる、変な人多いって言われてるの、新規のアデラナリン、おお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 お。石原さんのツインテール、ヒータのヒータって何ですか本当に、もっとヒータのハラスメント、ハラスメントある、やめてよハラスメントなんて、やめ、そんなことしてないし。シュン、ひめちゃん、ありがとう、遊んでくれてありがとう本当に、逆に来てくれてありがとう、特典会もとみがいい生殺与奪の剣をユーナに握らせるなヒータの声がよく通って、本当に聞こえた、なんか分からん、逆に体調悪かったの、体調良くなってきたの、体調悪かったの、大丈夫ごめんこんな体調悪いのに、ありがとう、良くなってきたなら、ごちそうさまです、羨ま、やせ羨ま、こんばんは、 SM メンバー見てると岡山の人は振ってるんです、岡山の人って吹っ飛んでるのかな、分かんないけど、ゆうなが全然いいよって言ってる、暴走しててやばかったって言ってる、なんかねアドレナリンが出ちゃって、すごく岡山出身のメンバー、え、ってかみんな40分になったら教えてほしい、響きもたまにはひそ、響きもたまにひそかに団長に張り合ってもね、知らない、絶対してないですよひーちゃん、そういうキャラだっけ、てかあるっけやばい、ひどすぎる、このノリ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 いいか、ノーコメント一気に目覚めた、私違うよ、みんなとさ福フェスの余韻語りたいの、私は、こんばんは、個性がどの県民よりも個性がすごかった、本当にゆかさんこんばんは、その理屈は言うな言うな、もうやばい子でしょ、言うな口固いからね、いや、ロウソクのアドレナリン全開でよろしく、アドレナリンね、確かに、いちごラブ続きましたよ、ごめんなさい、だってもうさ、いちごラブ本当に大好き、いちご本当に面白い、
リエチもアピールしてくるよな。違う、もうリエチに関してはなんかね、なんかおもろい服を着てて、そうなんかあのそうアドレナリン出してほしい。いいよ、配信出しました。意外とありますよ。あ、そうなの、ひーちゃん。フラインゲットね、盛り上がったよね。 TK さんめっちゃ目立つとこにいた。どっから始まった。確かにアドレナリン出てる。リオンさんにさすがにしないです。リオンさんにさすがにしないです。そんなことセクハラです。それこそイケピスさん、ヒタン、あ、今日ね紹介してもらったよ、いちごに。イケピスさんって暗闇ヒーターの後ろでクルさん立つところ座ってましたね。どういうこと、どういうこと。暗闇ヒーターの後ろでクルさん立つところ座ってたの。まあね、みんな今日なんかでも個々で課題があるよね。課題というかみんな間違っちゃった部分があるよね。私さ、今この配信の目の前にね鏡があるの。なんかめっちゃ見ちゃうんだけど、どう、みんな。彼女がさ、ほらよくエスカレーターパルコとかさ、エスカレーター鏡じゃん。あれデート中にさ、そのエスカレーターの鏡でさ、こう髪とかさ直し出したらさ、いや、もうやっちゃうんだよね普通に。カズさん直接ね見つけたい、ありがとうね。やちね、やちも確かに、ごめん、かなちゃんしか見てなかった。なんやって、なんやって。ハイキーさんだね。ムスイさんこんばんは。初見さんありがとうございます。ムサシさん初見です、ありがとう。今日誕生日です、おめでとう。ムサシさん別に気にならんけど、本当に別に気にならん。めっちゃこうやって見られるんだよ。初見です、なんじゃねん。嫌じゃない、一緒に見ると。あー、恋者に自分のためにベストな名前も、確かになんかみんな、ない、いい男じゃん、みんないい男じゃん。そういう時にはめっちゃいい男じゃん、みんなやるじゃん。何それ、そんなことできんの。エスカレーターでこうやって見ちゃうよ。でもさ、それなんか気まずくない、急に広告になるじゃん。エスカレーター鏡だったけどいきなり広告になったりしたらさ、気まずくない。変えるか、普通の光景。え、そうなの。カリさん冷えた、ありがとうございます。まだ12月1日からなんですけど、ありがとう。まいちゃんさん大人の色気出てました。え、嘘、どの曲で。え、今日大人の色気出す曲あったっけ。ナルシスト、男性がやるとナルシスト、確かにね。みんな40分来た、そろ、まだまだ、さすがに。なんかもう時間が分かんなくてさ、今日の暴走、ちょっと待って、暴走してないから。身だしなみチェックしてるの、いいね。今日高めツイン、神谷東海のヒータン高めツイン、高めツインね。どうしよう、早くた、早かった。いや急にやらない、そうなのかな、あっという間に。確かに39分、あと1分、やばい。ってことでそろそろじゃあ壇上読もうかな。壇上読みたいと思います。13位やはやはさん、ありがとうございます。12位あっくんさん、ありがとうございます。11位ライダースさん、帽子の衣装なくてよかったですね、見えて。11位ライダースさん、ありがとうございます。10位が田中さん、ありがとうございます。9位がカラオケおじさん、ありがとうございます。8位が東さん、東さん、これいつもごめん、読めない、ありがとうございます。7位がヒラリハットさん、ありがとうございます。6位がお疲れロイスさん、ありがとうございます。5位が大宮伝介さん、ありがとう、伝介さんも。4位が豊中のひろさん、ありがとうございます。3位がニョッキンミルンさん、ありがとうございます。2位がグッチョブ太郎さん、ありがとうございます。1位がハイキーさん、ありがとう、ありがとうね。あ、元気で、次は山梨記念待ってるね。次はいちごの凱旋でじゃなくて、普通にあの福フェス楽しかったです、すごく。また出演したいなって思ってます。またそして来てください、皆さんも。東京の夜行きません、もう。お疲れ様、お疲れ様、ゆっくり、ありがとう。ひなつもゆっくり休んでね。いくぴょん初見です、嘘つき。カミネケンさん、はい、ありがとう。こちらこそ、寝れるとき寝ときや、みんなもね、寝れるとき寝れるとき寝ときや。
北沢家、北沢家行きます。北沢家、北沢家とつり、とつぎま、とつぎます、とつります。ひーちゃんが、ひーちゃんの学部一緒、ほんとに。みんな、ゆきみるさんもありがとう。ひーた最近移動距離がすごい確かに、確かにね、確かにありがたいことに。おやすみなさい、おやすみなさい。この後暴走しないって言ってるじゃんでもみんなと一緒にお風呂入っちゃうかも、みんなと一緒にお風呂入っちゃうかも、みんなと一緒にお風呂入るから楽しみってことでありがとうございました。みんなの裸見に行っちゃおやばい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 、怒られる怒られる怒られる。そろそろ終わります。バイバーイ。引かないでほしいです皆さん、どうか捕まれってきた、やばいやばいやばい、怖い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 、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい。バイバーイバイバーイ、マウント取っちゃう。